はいどうもこんにちは、たてゆです。今日もねプロスピエスの方やっていきたいと思います。はい、ということで今日使う選手はうちのキャプテン、この方です。はい、2023年パリーグホームラン王ベスト9、うちのキャプテン浅村ヒートさんでございます。はい、やってきました、うちのキャプテン。まあ、楽天イーグルスは今年からキャプテン2人制採用しておりまして、野手のキャプテンが浅村さん、ピッチャーのキャプテンが僕のしのりさんって感じになってます。はい、まあね、2023年からキャプテン浅村さんずっとやってきました。はい、そんでもってね、まあサムネにも書いてある通り、今年から浅村さんサードへコンバットされます。はい、なんでメインポジションセカンドで出る浅村さんは、このベストナイン浅村が最後になるかと思われます。はい、あ、つってもサブポジでセカンドは残ると思います、おそらく。でもってどんくらいの守備適性出るかどうかはちょっとまだ微妙なところですけど、まあ俺の予想は特殊でギリ守備適性 C に乗るくらいの守備適性 D58 くらいかなって思う。ちなみに西武時代ではサードのサブポジ D54 で出てましたね、2018年シリーズは。まあそんくらい能力で出るかなとは予想しております。はい、まあその他変わった点は、チャンスから選球眼になりましたね、この浅村さん、シリワンから。まああとステータスは通常からプラス1と、そんな感じですね。じゃあ早速使っていきたいんですけど、正午チャレンジやっていきたいと思います。まあ2体いるんで2回ぶちかまします。前回ね、聞きたいね、極意昇華石がてら称号チャレンジしたら、極意昇なしでね、勝利の下が突き上がったんで、今回はそれを、おー一発だ、しゃー、最高だぜ、クソ嬉しい。じゃあ早速試合行きましょう。はい、ということで対戦よろしくお願いします。まあいつでもどこでも特能が出るセットなんで、浅村さんも1番で起用してます。はい、最近このわーっと全部出た、この組み合わせ多いよね、この特能の組み合わせ。まあ、選球眼の存在感だったりいろいろあるけど、まあ、ぶちかましていくぜ、パーフェクトアルティメット浅村ヒートでいくぜ。あーくそ、マジ苦手なんだよな右バッターパーヒー、めっちゃ言い訳すけどクソ苦手。まあ、楽天銃声でねいつも使ってるっていうのもあるけど苦手。まあ超広角だからなんとかなってる感じではあるかな。うん、つっても浅村な、結構使ってる人見るけど、自分の場合はまあガチョーダの話になるんですけど、セカンドは8番スタメン菊池の守備固めで、そっから代打出して、その後に守備適性 B のローズでなんとかやってるって感じでして、まあこれがね最も安定する形な気がするような、まあ俺の場合、まあ、大会だったらあれだけど、ランク戦とかならマジ8番の2巡目とかほぼ回らんから、まあそうなったら、まあ、守備能力高めのローズがに俺の中で1番なんよな、控えのセカンド。まあでもやっぱこのステータスで超効果が強えよ、浅村さん。しゃ、さあ再びアルティメットは浅村ヒエト、相手木沢だいぶだるいけどぶちかます。変化のマイナス1かややこしいな、絶対ぶちのメスト、できればアウトコースに来てほしい。そっ近いな、そっ近いな、まあええやろ。しゃ、今度は楽天純正でいきます。パーヒー広角 OK、 藤井芝生、この藤井はね俺得意だよ、得意って言ってたら打てなくなるから謙虚に行こう。あの余ったれたフォースラをぶち込む、フォースラ狙っていこう。 OK、 さあ広角出てるからアウトコースも放り込める。あー OK、 でも絶対フォースラ、 100% フォースラ、絶対フォースラ、何が何でもホースラ。でぁ、くす、取らないでお願い、あっぶねー、絶対次縦スラ、
絶対立てすろ。そういうことだよ。いけ、飛び込め。あー、くそ、何今の。エスコフィールド、何やの斜めってるとこ。おいな、おい、ふざけんな、今斜めってなかったら絶対入ったでしょ、あれ。ふざけてやがる。おい、なんだ今の。まあでもね、ちょっとね、今の詰まり気味だったけど、それでもあそこまで持ってくパワー、まあ広角の恩恵ってやつかな。やっぱいいね、広角打法は。しゃあ、ラストぶちかまそう。さあ、選球眼しか出てないけど、コンダルビッシュって、あ、3500のままか。コンダルビッシュ一番苦手だけど、3500のままならいける。右でダルビッシュ本当打てないから、今が絶望的だけど、かませ。東京ドームだから放り込める。最後から放り込もうぜ！明日売れ！完璧！いいねー。これぞ浅村よ。あのフォロースルーがクソ気持ちいいぜ。いやマジコンダルビッシュマジでさ、俺一番苦手だけど打ててよかった。いやでも実際あの今年からさ、サードにコンバートされるわけですけど、浅村さん、え、皆さんどう思います？浅村サードコンバートは、まあ、プロスピ的には、まあ岡本がちょうどファーストにコンバートされるじゃないですか。岡本和真が岡本抜きで現役サード最強格を争うってなると、これはもう村上との一騎打ちになるんじゃないですかね。なんかいろいろ他に強い選手忘れてる気がするけど、よっしゃ、ほら。いやでもサードに行ったことによってどうなんのかね、本当。まあ、セカンドもね、限界突破すればできると思うけど、まあでも俺は、まあ、楽天純正として俺は浅村はとりあえずセカンドまま使うかな、この先も。もしかしたらね、ワンチャン2024年からアーティストになる可能性がなきにしもあらずなんで、まあそれがもし実現したらマジで浅村時代が来ると思うけどね。いやマジでね、でも俺的にマジで現役の中で最もアーティストに近い選手は浅村だと思ってるから、実績含めワンチャンなってくんねえかな。楽天にアーティストくれよ、もう一人くらい。コナミさんよ、頼むよ。さあ、おラスト行くぞ。朝また選球眼しか出ないけど放り込む。頼むからさっきみたいに来てくんねえかな、スプリット。全然わかんねえじゃん、ツーシーム。いや、もう一発絶対勝ち込む。そこだ！いけー！パーヒーの限界だよ！早くアーティストにしてくれ！はい、ということで、いかがだったでしょうか。いやね、ほんとね、思う。俺マジ右バッター打てんね。いや、ほんと申し訳ない。こればっかりは俺の実力不足だ。マジでごめん。いやー、浅村さん、楽天純正でも使ってるから、結構、右バッターの中でも使ってる方なんですけど、慣れないね。慣れないというか、打てね。ほんとね、申し訳ない。こればっかりは俺が悪い。いや、でもやっぱね、広角はいいですね。パワーヒッターといえど、広角がついてれば、まあ打てます。普通にセカンドで、全然使えるレベルなんで。別に裏瀬とかも悪くねえし、なんか改善してるな、ちょっとよく見たら。はい、なんで当たったらぜひセカンドで使ってください、お願いします。そして今年はアーティストになって我がチームに勝利をもたらしてくれることを祈ってます。コナミさん、お願いします。そろそろ楽天にアーティストを増やしてください、お願いします。はい、ということでね、今回は浅村秀さんの動画でした。ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、バイバイ。